皆さんこんにちは。日本が世界に誇る女子サッカーチームであるなでしこジャパン。そんななでしこジャパンには美人が数多くいます。そこで今回はなでしこジャパンの美人ランキングをご紹介していきます。18位、京川舞。生年月日1993年12月28日出身地茨城県帯玉市、所属アイナック神戸レオネッサ。主な獲得タイトル2009年 AFC アンダーマイナス16女子選手権得点王、2011年 AFC アンダー19女子選手権最優秀選手得点王、2011年チャレンジリーグイースト最優秀選手、2011年チャレンジリーグイースト得点王。力強い目が印象的なアイナック神戸レオネッサの京川舞さん、2012年に全治6ヶ月の怪我を負ってしまいましたが、回復後なでしこジャパンとして再度活動を開始しました。17位、川島春奈。生年月日1993年4月10日出身地静岡県藤枝市、所属野島ステラ神奈川相模原。日本代表歴2009年 AFC アンダーマイナス16女子選手権2009、アンダー16日本代表2010年 FIFA アンダーマイナス17女子ワールドカップ、アンダー17日本代表2011年 AFC アンダーマイナス19女子選手権2011、アンダー19日本代表。学生のようなフレッシュさが感じられるルックスが可愛いと評判の川島春奈さん、 JFA アカデミー福島の卒業生であり、現在は野島ステラ神奈川相模原で活動中です。16位、川上直子。生年月日1977年11月16日出身地兵庫県明石市、日本代表歴2002年アジア競技大会、2003年 FIFA 女子ワールドカップ、2004年アテネオリンピック、2005年東アジアサッカー選手権。ゴージャスで可愛い雰囲気があり、サッカーファンの男性を虜にしていた川上直子さん、現在はマネジメント会社を介して仕事をしており、2014年には自営業の男性との結婚も話題になりました。15位、田中陽子。生年月日1993年7月30日出身地山口県山口市、所属野島ステラ神奈川相模原。日本代表歴2008年 FIFA アンダー17女子ワールドカップ、アンダー17日本代表2010年 FIFA アンダー17女子ワールドカップ、アンダー17日本代表2012年FIFA アンダー20女子ワールドカップ、アンダー20日本代表2013年アルガルベカップ2013。山口県のふるさと大使も任されている美人サッカー選手の田中陽子さん、プライベートは自宅でゴロゴロしながらテラスハウスを楽しむことにハマっているそうです。14位、鮫島彩。生年月日1987年6月16日出身地栃木県河内郡河内町、所属アイナック神戸レオネッサ。主な獲得タイトル2007年なでしこリーグディビジョン2最優秀選手、2010年なでしこリーグサポーターが選ぶ MVP、 2016年、2018年なでしこリーグベストイレブン。日本代表歴2011年アルガルベカップ2011、2011年 FIFA 女子ワールドカップ、2012年アルガルベカップ2012、2012年ロンドンオリンピック、2013年アルガルベカップ2013、2015年 FIFA 女子ワールドカップ、2018年 AFC 女子アジアカップ。華やかさなら本ランキングナンバー1な鮫島彩さん、外見からは想像もつかないほどの実力者でチームを何度も勝利に導いてきました。13位、川澄直美。生年月日1985年9月23日出身地
神奈川県大和市、所属シアトルレイン FC。 主な獲得タイトル、2013年、なでしこリーグ最優秀選手賞、2014年、ナショナルウィメンズサッカーリーグベストイレブン、2017年、5月度ナショナルウィメンズサッカーリーグ月間ベストイレブン、日本代表歴、2011年、 FIFA 女子ワールドカップ、2012年、ロンドンオリンピック、2013年、アルガルベカップ、2014年、 AFC 女子アジアカップ、2015年、 FIFA 女子ワールドカップ、2018年、 AFC 女子アジアカップ。川澄直美さんは、試合中の力強い表情とオフの時に感じられる愛らしさとのギャップが魅力的なサッカー選手です。なでしこジャパンのメンバーとして数々の功績を残してきたことでも知られています。10人、宇津木留美、生年月日1988年12月5日、出身地神奈川県川崎市高津区、所属シアトルレイン FC。 日本代表歴、2005年、国民体育大会東京都選抜、2011年、 FIFA 女子ワールドカップ、2014年、 AFC 女子アジアカップ、2015年、 FIFA 女子ワールドカップ。優しそうな美人に見える宇津木留美さんですが、コート上では勇ましい強力なサッカー選手。なでしこジャパンとして何度もワールドカップに出場しており、チームの優勝に貢献し続けています。11位、小原ゆりや、生年月日1990年9月4日、出身地青森県十和田市、所属アルビレックス新潟レディース。日本代表歴、2009年、 AFC アンダー19女子選手権、2009アンダー19日本代表、2010年、 FIFA アンダー20女子ワールドカップ、アンダー20日本代表、2014年、 AFC 女子アジアカップ。小原ゆりやさんは、見ているこちらが幸せになってしまいそうになるふんわり系の美女。涙袋もチャーミングで、涙袋だけでも多くの男性を虜にできるでしょう。10位、岩渕真奈、生年月日1993年3月14日、出身地東京都武蔵野市、職業女子サッカー選手、所属アーセナル。主な獲得タイトル、2008年、なでしこリーグ新人賞、2011年、なでしこリーグ敢闘賞、2009年、 AFC アンダー19女子選手権 MVP、 2018年、 AFC 女子アジアカップ MVP。 日本代表歴、2011年、 FIFA 女子ワールドカップ、2012年、ロンドンオリンピック、2015年、 FIFA 女子ワールドカップ、2018年、 AFC 女子アジアカップ、2018年、アジア競技大会。ボーイッシュな美人ですが、ピアノやバレエを習っていたため、お嬢様のような雰囲気も感じさせている岩渕真奈さん。元 AKB48 の前田敦子さんに似た美人ですね。9位、長谷川優衣、生年月日1997年1月29日、出身地埼玉県戸田市、所属日テレベレーザ。日本代表歴、2017年、アルガルベカップ、2018年、アルガルベカップ、2018年、 AFC 女子アジアカップ、2018年、アジア競技大会。可愛い歴代なでしこジャパンの中でコートを駆け抜ける姿が爽やかだと絶賛されている長谷川優衣さん。現在もなでしこジャパンとして活動する一方、日テレベレーザでも華々しい活躍を見せています。8位、猶本光、生年月日1994年3月3日、出身地福岡県小郡市、所属 SC フライブルク、フラウエンブンデスリーガ。日本代表歴、2014年、 AFC 女子アジアカップ、2014年、アジア競技大会、2017年、
E1 フットボールチャンピオンシップ2017、2018年、アルガルベカップ2018、海外のサッカークラブでも活躍している。実力派であり可愛いサッカー選手でもある直本光さん。ヘアスタイルも魅力的で、真似したくなった女性もいるはずです。7位、清水梨さん。生年月日、1996年6月10日。出身地、兵庫県。所属、日テレベレーザ。日本代表歴、2012年 FIFA U17 女子ワールドカップ U17 日本代表、2018年アルガルベカップ、2018年 AFC 女子アジアカップ、2018年アジア競技大会。姉の影響で小学生の頃からサッカーを始め、その頃から天才的な実力が注目されてきた清水梨沙さん。可愛いルックスも人気を集めており、アイドル的な人気も獲得しています。6位、北川ひかる。生年月日、1997年5月10日。出身地、石川県金沢市。所属、アルビレックス新潟レディース。日本代表歴、2014年FIFA U17 女子ワールドカップ U17 日本代表、2016年 FIFA U20 女子ワールドカップ U20 日本代表、2017年アルガルベカップ JFA アカデミー福島で活動していた頃から、可愛いサッカー選手だと絶賛されてきた北川ひかるさん。ひらがなの本名も愛らしさが溢れ出ており、ファンやチームメイトからはキャタの愛称で親しまれています。5位、長野風花。生年月日、1999年3月9日。出身地、東京都江戸川区。所属、チフレエースエルフェン埼玉所属。日本代表歴、2018年国際親善試合。トロフィー以上に眩しいほどキラキラした笑顔が可愛い長野風花さん。長年浦和レッドダイヤモンズレディースで活動を続け、2019年からチフレエースエルフェン埼玉に移籍しました。4位、狭山桃子。生年月日、1992年2月19日。出身地、広島県広島市。所属、アルビレックス新潟レディース。日本代表歴、2011年 AFC U19 女子選手権U19 日本代表。元 SKE48 の松井玲奈さんを彷彿とさせる清楚系美人の狭山桃子さん。アルビレックス新潟レディースのサッカー選手であり、実年齢よりも幼い顔立ちで人気を集めています。3位、三谷さやか。生年月日、1995年5月13日。出身地、岡山県。所属、長野パルセイロレディース。可愛い笑顔が自慢の三谷さやかさん。浦和レッドダイヤモンズレディースから長野パルセイロレディースへと移籍した注目のサッカー選手です。2位、塩越柚穂。生年月日、1997年11月1日。出身地、埼玉県。所属、浦和レッドダイヤモンズレディース。2位にランクインしたのは塩越柚穂さん。塩越柚穂さんが可愛いと言われている一番の理由は、真っ白な肌から感じられる透明感。 K-POP アイドルのような美しさがあり、本当にアイドルと勘違いしてしまう人もいるはずです。1位、中田あゆ。生年月日、1993年8月10日。出身地、山梨県山梨市。所属、アイナック神戸レオネッサ。日本代表歴、2010年 FIFA U-17 女子ワールドカップ U-17 日本代表。2012年 FIFA U-20 女子ワールドカップ U-20 日本代表。本ランキング1位の中田愛さんは、本物のアイドルと見間違えても仕方がないほど可愛いサッカー選手です。素顔は外見通りの女性らしい一面があり、タピオカにハマっていることを公表しています。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。